稲わしろ町の長浜とは、稲わしろ湖の北西側にある浜。長浜からの眺め、稲わしろ湖北東の福島県山国稲わしろ町を、沢地区にあり、国道49号からアクセスできる。バンダイトートバスによるバスが運行されており、このバスは、稲わしろ町の玄関口である、稲わしろ駅や、 町内出身の著名人関連施設、野口秀夫記念館などとの間を結んでいる。また、国道沿いに駐車場も備え、これらからわかるように、稲和城町の観光を代表する観光地の一つであり、道庁を訪れる観光客による訪問が多い。他に、稲和城湖北岸では、白浜も観光客が多いとされている。バンダイ旭国立公園に属する。 現在は観光地となっているが陸路が未発達だった昭和初期にかけては港としての役割も担っていた天協閣や福島県芸品館はこの時期に建造された別荘で国の重要文化財に指定されている湖の西北岸にあるため南の方向や稲わ白鳥市街地方面の北岸への見通しが良く対岸の山々や市街地を見ることができる 地域の主要な交通路、国道49号を郡山方面から走行してきた際には、上戸浜、下浜、白鳥浜沿いなどを経由した後、最後に沿線に現れる稲わし湖の浜である。蒸気のようにバスが運行されているほか、レストランなどを含むいくつかの商業施設なども存在している。他には、公衆トイレがあるほか、ボートのレンタルなども行われている。 夏には、湖水浴も可能で、浜開きや安全祈願祭を行った後、湖水浴にも利用されている。また、東浜からはバンダイ観光船によって運航される遊覧船が存在する。この遊覧船は、4月頃から11月頃まで運航されており、複数のコースで運航されているほか、一部のコースは予約制になっている。 冬には越冬のためシベリアから飛来した白鳥やカモが現れる。湖の稲わし町域と飛来する白鳥は稲わしろ湖の白鳥及びその都来地として国の天然記念物に指定されている。前述の観光船でも白鳥をあしらったものが運航されるなど稲わしろ湖有数の白鳥飛来地としても有名である。小番台山からの大規模な火山泥流が残した。 流山である沖縄島丘陵の南東の麓にあたる。この火山泥流が小稲わし湖をせき止めて水位を上昇させ、その後の水位が下がる過程で堆積物が作り出した典型的な湖岸段丘であり、2005年に国土交通省国土地理院が沖縄島とともに日本の典型地形と道府県別一覧の典型地形地図に記載した。ありがとうございます。